古生物学は地質学の一分野で過去に生きていた生物を研究する学問である。地質学的時間尺度での過去において地球上に生きてきた生物を対象とし、その生物の分類、生態、歴史、進化を明らかにすることを目的とする。つまり古生物を対象とする生物学である。生物学、生態学のほか、創除学や地球科学なども関連する。 主に化石標本を用いて研究を行う。古生物学は扱う生物の分類により、動物を対象とする古動物学、植物を対象とする古植物学、微化石を対象とする微古生物学等に分けられる。他にも、主に古生物とその植生、生活環境との相互関係を研究対象とする古生態学、古生物の地理的分布を 研究対象とする古生物地理学といった分野も含む。地質学の研究においては、離れた地域間でそれぞれ観察される地層が同一時期に形成されたものか、そうでない場合地層間の上下関係について判断する作業が必要となる。19世紀初め、地層に含まれる化石に注目し、これを地層の同定及び、 新旧の判断に利用することが提唱され、基本法則として確立した。この法則により初めて、地質学は近代科学として発展することができた。このように、地質学が発展する上で古生物学の果たした役割は大きく、放射年代測定が登場するまでは、市準化石によって組み立てられた清掃除学に基づく地層区分が唯一の時間尺度であった。 現在、古生物の生きていた年代を調べるには、市準化石や化石中に含まれる放射性元素を直接測定する、あるいは周囲の放射性元素からの影響を測定する放射年代測定、アミノ酸の変化を利用する方法などを用い、生きていた環境を調べるには、思想化石が用いられる。古生物学は、とにかくも生物を扱うので、ある意味では、 生物学の一部である。もちろんその発展はある程度独立的に進んだ。しかし、両者が深く関わりを持つ側面も多い。もともと化石は古生物の一部でしかない場合が多い。多くの場合に難組織は失われている。また、それが残っている場合でも今生きている素材のように扱うことはできない。そのため、それがどのような生物であったのかは、 現在の生物と比較検討して、初めて明らかになる場合が大部分である。そもそも、古生物学の発展そのものも、比較解剖学の発展によって始まったものであり、ジョルジュ・キュビエは、現在の生物の研究から、その各部分は互いに深く関連を持っていて、そのある部分からそれ以外の部分が推定できるとの、確信を持ったことに始まる。生物は、歴史的に変化したと考えられ、 これを進化という。しかし、我々が生物を見る場合、現在の状態しか知ることができず、進化の歴史の一断面だけを見ることになる。しかし、古生物は広い時間にわたって出現するものであるから、我々は、はじめからこれを歴史の流れの中に位置づけて知ることになる。従って、古生物学では、進化を流れとして見取ることができる。また、前述のように、 古生物は現代の生物と比べながら検討せずにはいられないから勢い系統を取り扱うことになる。いずれにせよ進化とは深い関わりを持ちやすい。そもそも進化論の始まりの一つは古生物学にある。さらに抵抗進化説や養形成熟などの論も古生物学の分野から起こったものである。矢島 P124 ありがとうございます。